高野さんと富武さんが死に、シオンさんが失踪したんですよと。もう圭一がショックを受けるわけですね。そして家に戻ります。そして電話がかかってきます。シオンからなんですね。いやー、圭一、リカと里子の件は聞いたかと。ええー、あ、結局あの後どうなったんですか？見つかったんですか？見つからなかった。シオン、どうか気を落とさないで。圭一はですね、失踪したということを知ってるんで、受話器の向こうから聞こえてくるシオンが完璧なシオンであればあるほど恐怖に苛まれます。圭一聞きます。いつ打ち明けたんだよ。え、村長が痔を患ってたのは知ってるか？知ってます。と。どこの病院か知ってるか？それは知りません。それが一体何なんですか？圭一また考えます。シオンは病院を知らない。押しかけてはいけません。会合、帰ってきたのは時刻はギリギリ。会合の後にシオンに付き合ってる暇もない。シオンはいつ打ち明けたんだ？なんでそんなことを？ってちょっとシオンが泣きながら言うんですね。朝は無理なんだよ。シオンも会合に出たのか？いや、それはない。シオンは渡流しの翌日失踪してるから。間違っているならそうだと言ってくれ。もし会ってるなら失踪直前か失踪してからしかありえないんだよ。村長がね、村長がね、シオンじゃなかった、村長がね。電話口のシオンがもうとんでもない笑い方をしてからブチって切れます。いや、翌日レナが回覧板持ってきます。あ、キッズの皆さん、回覧板って知ってますかね。昔地方っていうか地域では地域の決まり事とかをそういうのを回覧板で回ってたりしてたんですよ。今日お祭りがあるよ、今日これがあるよっていうのをね。そこで圭一はしばらく休むよと。で、回覧板が出されます。圭一は、レナは俺を問い詰めないんだな、知ってるんだろ、西宮殿のに忍び込んだことを。知ってるよと。筒抜けなんだな。みーちゃんすごく怒ってたよ。そして圭一が言葉に窮してると、ってなってるとバーンってビンタされます。誰も圭一君を叱らなかったから私が代わりに叱るねと。そして圭一は、俺が悪かったですと。そしてビンタされた時に回覧板落としちゃったんで、回覧板を拾ってると、その時の家から秋田の親戚から醤油をたくさんもらったからみんな取りに来てっていうのがあったんですね。そして刑事、古出家の塩、醤油のことを思い出します。あれ、まさかミオンのところに行く、謝ってくる、全部終わりにしてもらうっていう決心をして、ミオンの家に行こうと決心をしたところで、ちょうど前原家の前に大石の車が来ます。警察車両だね。まあそこにレナと刑事乗り込んでいろいろ話をして、大石が、なるほど、いろいろすっきりしたんじゃないですか、話して、そこに無線が来ます。欠席の連絡があって、園崎美音は今日休むそうですと。動きはない。なので園崎邸にいるはずですという話、いうのを無線で大石と別の人が話してるんですよ。圭一が、って。あら、聞こえちゃいましたかって。しらしらしいねっていう感じで言うんだよね。課長から内定の許可もらってないんですよ。現行犯でもない限り無理なんですよねって。レナは言います。大石さん、圭一君を焚きつけて園崎家に踏み込もうとしたんじゃないんですか。圭一君が追われるかもしれないのに、仕込んだところに名探偵がいたもんですね。で、まあいつもの調子です。恥知らず、これが警察のやり方なのと。レナは怒って車から出て、圭一もその後を追います。そして圭一、レナは園崎家へ行きますと。そこにミオンが出てきます。中に入ってケイチがミオンにまず謝ることがある。ミオンは、ケイちゃんが何を？西宮殿のことは謝る、今更だと思うが謝ると。もうこう床に、床っていうか畳ですね、畳にもう額をこすりつけて、ケイちゃんが悪いことをしたんならそれでいいんじゃないの。ミーちゃん、ケイちゃんは真面目に謝ってるんだよ。ミーちゃんも真剣にして。私は真剣だよ。レナには不真面目に見えるの？見えるよ。なかなかここで女の戦いが。ケイチ君、もういいよ、全部話そう。ミーちゃんはそれを望んでるようだしと。まあ、ミーちゃんってミオンのことです、今更ですけど。そして醤油の話になります。ミーちゃんはリカちゃんを隠してしまったんじゃない？さっき言った通り、夕食は丸々2人分残ってて、
醤油がないっていう状態からそこにたどり着きますね。うん、すごい名探偵ですよね。どういう意味？村長も高野さんも富武さんも兄ちゃんが殺したんじゃないの？っていう風に言うわけです。間違ってたらごめんなさいね。そこでもうミオンがあーもうってなって自己紹介したい。その先本家跡継ぎミオンでございます。全てのこと包み隠さずお話しさせていただきますと急に態度が変わるわけですね。まあそこでミオンは園崎家の成り立ちというかそういうのを話します。この雛見沢って言ってますけど、もともとは鬼ヶ淵村と言われてたもので、鬼の血を引いた仙人たちが暮らしていた村であるよ。でもそれが蔑まれていて、お社様によってどうのこうのうんたらこんたらとまあそういうことがあったもんだから、先祖の代から鬼ヶ淵というか雛見沢は何かあると徒党を組んで戦うよと。ダム戦争もそうだったし、言うの忘れましたけど、圭一がシオンに弁当箱を返しにエンジェルモートっていうファミレスに行った時、不良のバイクを倒してしまって絡まれてるところに町の人たちがみんなかけてきて、こうずーっとただただ見つめるっていうことをして、不良をなんていうか追い払ったっていうのがあったんですけど、そういうことです。まあ鬼を継ぐ者として、その先の当主になる人の名前には必ず鬼の字が入ると。ミオンってよく見たら鬼の字が入ってますよね。そして体にも入ってるんです。実は背中に入れ墨があるんですね。まあ基本的に縫うことはないからオープニングでしか分かりません。まあ手を見せようとするんだけど、レナは見せる必要ないよと。この5年間であった事件も、園崎が関わったのもあるし、私が関わったのもあるし、間接的なのもある、御三家が関わったのもあるよと。ちなみにここで初めて御三家って言葉が出てきます。御三家っていうのは園崎家、ミオンたちの実家、古出家、リカちゃんの家、君吉家、村長をやってる人の家ですね。この3つで御三家って言います。で、リカちゃんとサトコちゃんを殺したんだよね。ミオンは弁解はしないよ。でもミーちゃんは一人だけ自分の意思で救ったんだよねって言います。ケイイチもえってなります。ミオンの方に都合があったんじゃないの。ケイイチえどういう、おーケイイチてめえ鈍感かレナが自首しようと。そこでミオンは30分でいいからケイちゃんと二人っきりにしてくれないかなって言って、二人でまあその崎店の中を歩き始めて、その中でケイイチはミオンに対して、ミオンは最高の親友だ、それは変わらない一生、この鈍感野郎がそんな中シオンは生きているってことを聞かされて、その崎家の地下施設に行きます。そんなもんがあるんだね、すごいね。そしてそのまんま進んでいくと拷問部屋があります。もうみんな殺したっていう風に言うんですね。でシオンはって聞くと、僕の牢屋にいるよと。で実際牢屋に入っているシオンがいたわけですね。ケイちゃんって言って、もちろんそのケイイチの後ろにはミオンがいて、シオンがミオンを見て、あーごめんなさいごめんなさいごめんなさいってめちゃめちゃ怯えるわけです。そこでまあミオンは、リカとサトコは匂いがすると嫌だから井戸に捨てたんだと。でまあシオンがもう怯えてる間に、ミオンが近くにはちょっと大きめの石でケイイチをゴーンってやって、ケイイチ気絶、よく気絶する男です。そして目を覚ますと、こう縛られて寝かされてるんですね。まあ起きた時もミオンの悲鳴がずーっと聞こえてますと。ケイチは聞きます。お前は誰だ、何言ってんの。ミオンだよ、お前がミオンであるはずはないだろう。じゃあ何さ、鬼だよと言います。ミオンがちょっと話します。鬼が宿ったのはもうだいぶ前、すべてはケイちゃんが元凶なんだよ。あのおもちゃ屋でレナに人形渡したよね。あの時ミオンに渡してたらどうなったんだろうね、よかったんじゃないのっていう風に言います。そこでケイチ気づきます、自分のせいかと。そしてこう縛られてるわけですね。で手ももちろん動かない。そこでミオンが取り出したのは釘と金槌。この拷問はね、右手と左手の関節に15分ずつ釘を打つ拷問だよ。ケイイチはもう覚悟を決めてます。分かった、気の済むようにやってくれ、その代わり2つ約束しろ、シオンは許せ、そしてその体をミオンに返してやれ。あれケイちゃん自分のことはいいんだねっていう風に言います。
じゃあ三つ目だ。俺を殺すな。ダメ。それ三つ目、二つ、三つになっちゃったじゃないと。でもシオンを許すのはもう無理。私じゃなく鬼が殺すから。ミオンも無理。でも3つ目は叶えてあげられるかもしれないってやってると、外からドーンドーンって音がするんですね。ぶち破ろうとしてるんです。あの鉄の扉、地下施設に入る前に鉄の扉があって、そこぶち破ろうとしてるんですね。レナがあまりにも遅いからもう警察を呼んだんです。まあそんな中、ケイイチはスタンガンで気絶させられてしまいます。でまたしばらく、まあとりあえずそれで事件は収束かなって感じですけど、前原家はまあこの事件のせいで引っ越しになっちゃうんですね。まあ引っ越し前夜っていうところで、夜深夜かな、ミオンが訪ねてきます。あの窓に石をコーンコーンってぶつけて、なんだって見たらミオンがいて、ミオンって、ミオンは最後に話がしたかったんだ、もう私はダメだよと、ここにいれないとかいろいろ言いながら、ちょミヨーンって言いながらブスッと刺されてしまうんですね。そしてもうミヨン、マリアッタもう全部できた、私が殺した、これで全員ってもう狂ったように笑い出してるわけですよ。そして場面が切り替わって、シオンがマンションから転落して死亡してると。ちょっと時間が経った後ね、まあ大石たちがまあ事件と自殺の両方から調べてみますというのがワンカットあって、そして入院している圭一の元に大石が行きます。圭一は言います。ミオンはまだ見つからないんですかと。見つかりましたよ、井戸で見つかりました。前原さん、あなた本当にミオンに刺されたんですか。え、そうですよ、さっきも言ったとおり、ミオンは井戸から見つかったんです。警察が突入した後に見つかったんです。どういうことだと。もう多分聞いてて混乱してる人多いんじゃないですかね。どうあるんだ。まあ結構混乱する場面は多いよね。もう本当に混乱するんですこれ。本当ですね。出題編はこんな感じです、ずっと、うん、おかしいよね。ミオンはケイイチを拷問しようとしたシオンを閉じ込めてたんだよ。なんでシオンが井戸で死んでんの。もう突入したその日に死んでるんですよ。で高野、富武はともかく高野は死後24時間経っているっていう検視の結果も出たと。意味わかるかい。意味わからないね。なんでまた聞き返すか。24時間後、うん、富武高野が死んだのは渡流しの晩です。うん、でもそれより24時間前に死んでるんだよっていう高野の死亡結果が出た。うん、検視結果が出ちゃったの。うん、どういうことですか。全く意味が分かんないでしょ。もうここって分かったらマジの天才だからね。だからもう最後に大石はもうこの話死体が動きすぎなんですよと。高野は最後でに忍び込んだ時には死んでなきゃおかしいってことです。ああそうだよね。うん、そして圭一が病院ベッドの上えってなって大石出て行って、幻覚、まあ幻覚でしょうね。圭一腕をガッて掴まれます。そしてずーっと血だらけのミオンが出てきて、や許したけどやっぱりダメかーんで終わるんですよ。もうとりあえず今回わっかーって時系列で書いてみましたけど、どうだったでしょうか。ちょっといろいろまだ拙いのがあるんで、そこはほんとすいません。でも多分混乱するでしょう。今まさに GO をやってますけども、一応私全部知ってますよ。回まで全部見てるから。知っててもやっぱり GO で混乱しますからね。そういう物語です。まあさっき言った通り拙いし編集も下手くそですけど、どうだったでしょうか。ではまた。